青葉の森公園千葉県立中央博物館千葉県立中央博物館は千葉県千葉市中央区にある千葉県の自然史と歴史に関する県立の総合博物館。日本で唯一博物館に生態園を併設している。博物館入り口常設展示のテーマは暴走の自然と人間である。総合博物館ではあるものの 常設展示は設立の前市の経緯もあり、自然史的展示の比重が大きい。ナウマンゾウやクジラの骨格標本、清澄さんの商用樹林や東京湾の干潟のジオラマなどが目立った展示物であるが、景観生態学的観点に立った他ツデ伝の生態系や伝統的な農村生活の展示、千葉県産の主要な昆虫の標本を収めた標本箱を、 壁一面にはめ込むなど、膨大な主要分類群の標本を一室に集めた、生物の分類展示などにこの館の特色を見出せる。純人文分野の展示では、千葉県の通史が解説されており、重要文化財の調子室寝当時の木造、薬師如来座像の複製など、各地で現地管理されている県内主要文化財のレプリカが多く展示されている。 収蔵資料中代表的な資料100点余りを各分野の研究員が中央博資料100選として選定している。1989年2月6日に開館し、開館当初の館長は沼田新 -1998 年、千原光雄 -2002 年と学者が就任。この館はそれまでに建設されていた千葉県の県立博物館群の中枢的機関として、 構築された。また、日本の植物生態学の草分け的学者であった、千葉大学理学部名誉教授、沼田新を準備室段階から初代館長として迎え、当時日本の生態学や分類学の分野で際立った、研究をしていた、大学院博士課程や修士課程を修了直後の、若手研究者を、学芸員や技師として、多数採用した。 いわゆる役人の論理とは異なる学問の論理に基づく博物館建設は日本の行政機構上は困難であるというのが当時の常識であったが当時の千葉県知事が日本の生態学会や千葉県の自然保護に関して大きな力を持っていた沼田真の実定沼田部であったという機械とも言える組み合わせにより当時としては常識外れのこの事業が可能になったと言われている 用手点。ただし、実際には、沼田真が1948年に設立し、彼自身が40年間にわたり、会長を務めて育て上げた千葉県生物学会の研究活動がこの博物館建設の前種としてあり、この学会から1965年以来、千葉県当局に出されてきた自然種博物館建設の要望と、会員による研究活動、 資料収集活動が四半世紀近くの地道な活動を経て結実したものであることがこの博物館の設立の根底にある要出展。初動体制から実績ある学会の主導的立場にある学者を権限ある官庁職に迎えて統率を取らせ先端部分で注目されている若手研究者を大量採用し実動部隊とする手法は豊富な研究成果と 活発な社会教育活動につながり、先進事例として1980年代末から1990年代前半にかけて日本の各県で建設された多くの大型県立博物館に踏襲された。例として、兵庫県立人と自然の博物館と霊長類学の河井正夫館長、滋賀県立琵琶湖博物館と動物生態学の川辺広也館,館長の組み合わせに、 その典型例を見ることができる。1992年には、暴走の生物症の起源を調査することを目的として、北マリアーナ諸島へ調査団を派遣し、新種の動植物を多数発見して、暴走との関連を裏付ける資料を得るなどの成果を得た。また、同年には、当館の研究員が、日本産の羽隠しに1000の新種が存在することを明らかにしたほか、 2008年には、当館の館学芸員の朝倉明が、アジア人としては初めて国際工学類、学会会長に選ばれるなど、研究活動が展示と並行して進められている。その他、分類学の父とされる、カール・フォン・リンネの実筆の学位論文などの資料5397点を1993年に購入して収蔵し、それらを用いて、 翌年の1994年10月からリンネと博物学展を開催するなど資料の収集や研究を展覧会などに反映させている。骨格標本体長約10メートルのマッコウクジラメス1回2回生体園は生物の自然の中での暮らしぶりを展示する野外博物館。1987年から1989年に整備工事が行われ、 都市の中にあって、自然と触れ合えるところとして、千葉県の代表的な自然を再現しており、様々な動植物を身近に観察することができる。面積は約6.6ヘクタールである。当館研究員による観察会が頻繁に行われ、園内の見どころをまとめた出版物も,も各種用意されている。生態園は大きく植物群落園、生態実験園、植物分類園。 船台池からなり、案内所として、オリエンテーションハウス、野鳥観察者が設けられている。植物群落園、南宋の自然と北総の自然という二つの部分からなる。生態実験園、植物分類園生き物の生態や自然の仕組みを明らかにするための野外実験を公開している。土や水、温度が生き物に与える影響や、魚と水質との関係などを調べている。 植物分類園では、ブナカ、クスノキカの植物を全国から集め紹介している。ブナカ、クスノキカは、千葉県の森林を作る代表的なグループで、スダジー、コナラ、クリなどのブナカ、タブノキ、シロダモ、ク黒文字などのクスノキカが集められている。船立ち江戸時代より前からあるため池を整備した、広さ1ヘクタールほどの V 字型の池。 野鳥などの生息地となり、小鴨やマガモなどの貴重な越冬地点となっている。池の岸辺には野鳥観察者が設けられ、備え付けの望遠鏡などを使用した野鳥の観察場所となっている。また、バードガイドが野鳥の見分け方や生態についての説明を行っている。1999年3月12日に文館として、勝浦市に海の博物館が開館。 同様に山の分館も計画。また、千葉県の県立博物館の再編によって、2006年には、香取市の県立大舎博物館が、中央博物館大舎文館に、み郡大滝町の県立相南博物館が、中央博物館大滝城文館に改組された。傍僧の山のフィールドミュージアムは、千葉県立聖和県民の森の自然や文化を、資料や展示物と考える。 博物館活動となっている。中学生以下65歳以上、身体障害者、手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳所持者及び介護者は無料。ありがとうございます。